おはようございます。先月の試験だった？はい。一次試験を終えてお二人どうだった？自分は緊張せずにその通りできたと思うので、いい結果だと思ってます。そうだね、それならもう自信持っていけるね。はい、お疲れ様でした。どうですか一次試験の結果は？だいぶちょっと緊張してしまって、うまく走りとかちょっとよくわからないです。結果待ちなんだね。はい、もう今二次試験に向けて頑張ってるんだよね。はい、SBI をしています。はい、じゃあこれ二次試験に向けて頑張ってください。ありがとうございます。練習、雨降ってきちゃったよ。どうするの？乗ろうか。無理です。何が無理だ。乗れよ。その喜びショーティーです。競輪場で頑張ってきます。まだ今季優勝しないんで、優勝を目指して頑張ります。頑張れ。こうご期待。1月から初 S 級になった太田くんに。どうも太田です。まあ怪我して練習してますけど、来季に向けてしっかり頑張っていきます。じゃあちょっと雨なのでローラー上にレッツゴー。おはようございます。おはようございます。今度110何回生？120回生の試験、適正試験で受けるんだよね。どう、意気込みは？じゃあ、大竹コーチと一緒に毎日毎日頑張ってるんで、自信持っていくしかないと思ってます。適正の試験は、どんな試験あるんだっけ？適正の試験は、固定自転車で、詳しくは決まってないんだけど、固定自転車の練習と、試合と、面接と。じゃあ、それ試験はもう来月？来月の11月27、28で。はい、じゃあ、まだ一月あるんで、しっかり仕上げて、はい、頑張ってください、はい、応援してます。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい。